今夜のメールテーマは白石麻衣のイメージでございます。リスナーのあなたが思う素直なイメージを送ってもらっております。早速です。神奈川県白洲の底力さん。お、寝癖が一切つかなそう。これさ、寝癖か、合ってるよね。合ってると思う。本当に合ってる。寝癖つかないの？なんか寝癖つかないっていうか、うん、なんか動かないのよね、寝てる時そんなに。確かに、体もそんな、体は痛まないけど、たまに首は痛くなる。なんか、マジで動いてないってこと？あんまり、動いてるけど、多少は。何向きで寝てんの？何向きで寝てんの？え？何向き？何向き？何向き？仰向け。うつ伏せはないね。仰向けか、右下が多いかな。でもね、両方行く。でもそんななんか大胆には動かないタイプだと思う。どうです松村さん？でも確かに本当寝てる時、めっちゃ綺麗なイメージはすっごいある。なんかあのその金沢の時もそうだし、なんか同じ部屋で寝てたじゃないですか。はい、ちょっと待って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 。部屋違う。みんな一緒だ。みんな一緒だよ。みんな一緒だけど。一緒に寝てたって、そう、一つのベッドってこと？ノーじゃないじゃない。一人一人のベッド。じゃあ聞いて、寝てるとき見てんだよ。怖い。しかも私の隣若で、その隣松だから、若は絶対挟まってるの。怖い。なんで？怖くないから。見るじゃん、別に。見るよ。ね、本当に寝てるとき見たの？そう。本当に寝てるとき。やだ、じゃあそれまで待ってたの？ちょっとね。やだ。ちょっとなんか早く寝てほしくて、早く寝てほしいわけじゃないけど、なんか寝たらいいなって思ってちょっと寝てるふりしてみた。どういうこと？なんかさ、人がさ寝た方がさ、なんか寝るかなって思ったの。ああ、なるほどね。でなんかみんななかなか寝なかったでしょ。そう、なんかちょっとね寝なくて、でなんかすごいその夜が盛り上がったから、多分ねすごい、なんかアドレナリン出てたんだよね。3人とも結構夜更かしして、でその後布団入ってシーンってなった後もなんか起きてたから、若がめっちゃ早かった。若がめっちゃ早かったの。なるほどね。若がめっちゃ早くて、あ寝たなみたいな寝息が聞こえてきたぐらいにピューって見て、あまだ起きてる、あもうちょっとか、まだ起きてる、もうちょっとかもみたいな感じの。ああ、なるほど。ありがとうございます。それ、どうなん？マイアン的に、今、それ聞いて。そんな、ちょっと怖いよね、やっぱり。怖くない？ねえ、見られてる。好きよね、やっぱね。ちょっと好き。え、マジなの？相当好きだよ。嬉しいが。若もいたよ、若もその中に。若もいた。若も見たよ、ちょっと。見たの？視界には入ってた、若も。あ、入ってた。だって若にさ、起きてさ、目当たるめっちゃ怖いじゃん。怖いよ。いや、それ怖いのもでしょ。うん、怖いよね、目当たるの。いや、ほんとよ。確かに、パッて見て、松がこっち見たら超怖い。怖いよね。いや、でもほんとにもう白石さん、なんだろう、なんか、現世で寝てるとは思えない感じなの。なんか、布団もさ、白いじゃん。なんか白石さん、ほんとになんか、なんていうの、天国で寝てるのかな、この人みたいな感じ。そういうこと？なんか、いやと一緒だよ。電気消えてんだけど、発光してるの。どういうこと？本当に。発光してた？発光してた、光ってた。いや、とんでもないなぁ。ほんと。嬉しい。そう見えてたか。そう見えてた。気をつけてね。気をつける、ちょっとね、そうだね。気をつけなくていいよ。この後ももう意識しないで。怖っ。